さあ、ゴミ箱が溢れる状態になってますが、これすらうまく包んでくれるのか。お、どうなるのか。あ、なんか何かがゴミの量を。おお、すごい。はは、無駄がないようにあれしてくれてる気がする。閉じてる。なんかこれ空気がめちゃくちゃ入ったら嫌だなみたいなのが気になってたんですけど、その心配もなさそう。そしてこれを取って、そうすると自動で閉まって、そう、さらにそのままゴミを貼ってくれるんです。これがね、この間のレビューの日にできなかったんですけど、そう、もうこれで貼ってるんですね。素晴らしいな。今日はマリールーさんのパンケーキミックスでパンケーキを食べようと思います。このパンケーキミックスは豆乳とちょっと油を混ぜて焼くだけで楽しめます。卵がいらないんですよね。うー、楽しみー。ちなみに良いお肉とか良い食材はだいたい、まあ夫が焼いて私に焼かせてくれないんですけど、まあパンケーキも焼かせてくれないんですよね。これどういう料金なんでしょうね。夫によるパンケーキ完成です。目玉焼きは途中まで私が作りました。いただきます。マリールーさんのパンケーキ美味しかったです。外はさっくりで中はもちっとした感じで仕上がるので、すごい美味しいパンケーキミックスです。ごちそうさまでした。今日もキッチンカーでランチにしようと思います。今日は夫婦で来たので、なんかその場の気分で選ぼうと思います。昨日ショップストップでは見つけられなかったキッチンカーですけど、ここはここでネオ屋台村、お台場の村っていうなんかグループになってるみたいで、曜日ごとにあらかじめ来るキッチンカーが決まってるみたいですね。さあ、今日もやってまいりました。また違うお店が来てるから楽しみ。買いました。今日は5店舗ぐらいキッチンカーが出てて、そのうちの3店舗が、ショップストップのアプリ、なんか手持ちのカード連携で払える店舗で、でもなんか結局こうショップストップのアプリ以外にもペイペイもラインペイも両方使えますよって多分5店舗とも出てたように思います。かなりキャッシュレス比率が高かったです。助かる。おー、なんか春が来てる感じがしますね。なんか花の色が白とピンクのツートンみたいになってる枝と赤っぽい枝がありますね。これ桜なのかな。水の広場公園に着きました。本日買ったのはローストビーフのハーフ&ハーフで、ローストビーフとローストビーフの端っこ丼っていうのがあって、それのハーフ&ハーフにしてみました。いただきます。実は温玉もあります。ごちそうさまでした。美味しかった。なんかニンニクかな、ガーリックが効いててめっちゃ美味しかったです。なんか思ったんですけど、キッチンカーでキャッシュレス決済ってすごいいいですね。なんか多分レシート、ね、言えばくださるかもしれないですけど、ちょっともらいづらいですし、
あとなんか美味しかったなと思っても、あれあのお店ってなんだっけみたいな記録が残ってくれるので、やっぱりキッチンカーは現金よりキャッシュレスだとありがたいなと思いました。はあ、美味しかった、ごちそうさまでした。お、来ましたね、桜咲いてますね。あれ、あれもやっぱり白い花とちょっとピンクのところが部分的にありますね。ポイントで買ったのでただのコーヒーです。本日のおやつは桜餅。和菓子を食べるときに伊藤園のお抹茶があると、なんか簡単にお抹茶気分が味わえて嬉しいです。いただきます。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。1月から3月というのは実は非常に賃貸の相場としては大家さん強気になる時期ですね。私も部屋を人に貸してますけれども、1月から3月に人が抜けた場合は、まあ、4月までに誰か決まるだろうと思うわけなんですね。なのでまあこう物件がたくさん出てきて選べる時期でもありますが、家賃交渉をしようというとちょっと難しい時期に当たります。もしもその引っ越しするタイミングをずらすことができる方は、5月のゴールデンウィーク以降とかだと、まあ、例年だと一般的には家賃交渉しやすい時期、5月の後半ぐらいですかね、からかは家賃交渉がしやすくなります。まあ、実際私もやっぱり5月以降に人が抜けると、あ、ちょっと交渉に応じた方がいいかしらという迷いが生じる時期に当たります。というわけで、まあ、繁忙期かそうじゃないかというところで家賃交渉のしやすさ変わってきますので、もしも状況が許すのであれば、まあ、5月からそうですね、7、8月ぐらいまでだとやや家賃の交渉がしやすい物件出てくる可能性がありますので、検討してみてもいいかもしれません。まあ、ただ家賃の交渉はしやすいんですけど、4月まで入居が決まらなかった物件ということで、めちゃくちゃ条件がいいとかめちゃくちゃ人気の物件が残ってるかどうかというのはちょっと要注意なポイントなので、まあ、たくさんある中から選びたいのか、それとも家賃交渉のしやすさを重視するのかというので、引っ越しのタイミングを調整できると自分にとってぴったりの選び方というのができるかもしれません。以上、FP 小話でした。お昼の散歩で意外と4700歩しか歩けてなかったので、夕方も歩きに出てきました。ソメイヨシノかな、今年初めてソメイヨシノらしきものが咲いてるのを見た気がします。この角度でレインボーブリッジを見ることはそんなにないのではないでしょうか。レインボーブリッジは無料で渡れます。なんか客席みたいなのができてるのが見えます。デックスって看板が出てるところの手前ですね。なんか斜めになってる席ができてますね。河津桜はあっという間に青々とした緑になりましたね。昼から考えるとちょっとだけ肌寒いですが、コートを着ずにこの時間帯で行ける感じですね。なんか結構学生さんの姿が見受けられますが、卒業証書をかざして写真撮ったりしてるので卒業式かな今日は。